鈴木さん、この前援助してもらって出したお店なんだけどね。ああ、タイ料理のお店だったかな。どうだい、その後は。ちょっとうまくいってなくて、お店を畳まないといけなくなりそう。そうか、それは残念だったな。その前のスパもすぐに閉店させてしまったし、私やっぱり才能がないのかも。そんなことないさ。そうだ、今度タイにレストランを開こう。鈴木さん、私にはもう無理よ。大丈夫、今度はジブリ公認のレストランにするから、もっと資金も出すことができる。本当？嬉しい。私、鈴木さんに出会わなければとっくにこの世からいなくなっていたわ。鈴木さん、もっともっと長生きしてね。島優のアトリエ。鈴木さんのキャリアは徳間書店の週刊朝日芸能からスタートされたとか。大学在学中は特にやりたいこともなかったんです。悩んだ挙句に浮かんだのが文章に関わる仕事、それで出版社を受けたら通ってしまったんですよね。29歳の時には同じ徳間書店のアニメージュの創刊に携わられたとか。名物編集長だった先輩に呼び出されましてね。でも当時の僕はアニメのことなんて全然わからなかった。編集方針を聞いたらまだ固まっていないって言うんですよ。発売日まであと半月しかないっていう時に。その編集長の方はなぜアニメ雑誌を作ろうと思ったんでしょう。なんでも息子さんが宇宙戦艦ヤマトの大ファンだからだって言い放つものだから、思わず笑ってしまいましたよ。仕事は公私混同であるものだとこの時に教わりましたね。風の谷のナウシカや隣のトトロなど数々の名作アニメを世に送り出しているスタジオジブリ、宮崎駿や高畑勲といった名監督と高い技術を持ったアニメーターにより生み出されたジブリ作品は世界的にも高い評価を受けていた。そんなスタジオジブリの初代社長であり、74歳となった現在も代表取締役プロデューサーを務めているのが鈴木敏夫。アニメージュ在籍時代に宮崎駿や高畑勲と出会って以降、アニメ制作を共に支えてきた影の立役者だった。2023年7月には宮崎駿の10年ぶりとなる監督作品「君たちはどう生きるか」の公開も控えていたスタジオジブリ。しかし今社内は混乱の渦の中にあるという。その原因とは一体。ジブリの社長だった星野浩二さんが3月末で社長を退任して6月に退社するらしいんです。年齢も66歳ですし、世代交代といったところでしょうか。いえ、事態はそんな穏やかなものではありません。ジブリ社内で長年放置してきた問題に対し、星野さんが苦言を呈したことがきっかけで社長を降ろされたとか。長年放置していた問題とは？対人女性に入れ込み、金銭面や仕事面でジブリを巻き込んで支援していた人物がいたそうで。公私混同だったというわけですね。それでその人物とは？鈴木敏夫さんですよ。現在のジブリブランドを確立させ、ジブリの生みの親ともいえる存在である鈴木。しかしある時から一目惚れしたという対人女性に熱を上げていた。二人の出会いとはどのようなものだったのだろうか。あれ、君はどこの国から来たの？私ですか？タイランドです。日本へは何しに？日本語を勉強しようと思ってきました。何か困ったことはないかい？そうですね。そうだ、今度は一緒に食事でもどうかな。普段からエレベーターの中で世間話をすることが多かった鈴木。2013年、日本語を学ぶため来日していたタイ人女性カンヤダと出会ったのも都内マンションのエレベーター内だったという。彼が若かりし頃に好きだった女優大楠道夫にそっくりだというカンヤダ。面倒見のいい鈴木は彼女がタイへと帰国した後も大勢の知人を巻き込んで仕事を斡旋。さらにシングルマザーだった彼女に若い日本人男性を紹介するなど、恋心を通り越した執着心に近い感情を抱いていたように見えていた。鈴木さんはタイでカンヤダさんが自立できるようにと様々な支援を続けていました。具体的にはどのような？現地でスパや飲食店などを開くための資金を援助していたようですね。それらはうまくいったのでしょうか？いえ、どれも長続きはしなかったようです。ただこの頃はまだ鈴木さんのポケットマネーでやっていたことでしたから良かったんです。自身にも妻と二人の子供の存在があるにもかかわらず、カンヤダへの援助を続けていた鈴木。そしてそれは次第に公私の垣根を越えていくことになった。ああ、ちょっと君、
今度関枝が日本に来るから飛行機とホテルの手配よろしくね。え、どうしてうちが？ジブリの仕事で来てもらうんだから当然じゃないか。はあ、ということは費用もジブリ持ちですか？もちろんだ、頼んだよ。ねえ、今の聞いてた？ああ、最近鈴木さん公私混同が激しくない？聞いた話だと鈴木さんに出版企画持ちかけたら神谷田さんをフォトグラファーに起用することを条件にされたとか。何それ、あの人カメラ経験なんてないはずだよ。知らねえよ、鈴木さんがそう言ったら誰も反対できないだろ。なんで私が彼女の雑用しなきゃならないわけ？確かにやってられないよな。2018年にはタイのバンコクにジブリ公認レストランを開店。その運営を神谷田に任せるもうまくいくことはなく1年ほどで閉店していた。さらに2020年に出版されたジブリ美術館の公式写真集にはカメラ経験のない神谷田を公式フォトグラファーとして抜擢。とうとう鈴木は神谷田の支援にジブリを巻き込み始めていた。おい、聞いたか？今度岩手県の温泉街で神谷田さんの写真展が開かれるらしいぞ。嘘でしょ？それってやっぱり鈴木さんの発案らしい。ありえない、なんであんな素人が写真展なんて開けるのよ。彼女と一緒に温泉に行きたいだけじゃねえのか？2022年12月には鈴木の著書にフォトグラファーとして関わったことから2人でサイン会も開催。ラジオ番組鈴木敏夫のジブリ汗まみれにゲスト出演したこともあり、ジブリファンの間でも有名な存在となっていた。年を追うごとにエスカレートしていく鈴木の暴走にジブリ内から上がっていたのは冷ややかな声。そんな中、鈴木さん、最近神谷田さんを優遇しすぎじゃないですか？そうかな、一体どの辺が？社内でもいろんな声は上がっています。鈴木さんの人間関係に干渉するつもりはないけど、講師はきちんと分けてください。なんだって？そんなことを君に言われる覚えはないよ。鈴木の行動は目に余るものがあったのか、ある時公私混同する鈴木をいさめるような発言をした星野。この星野の発言が相当気に入らなかった鈴木は、その後後継者として指名していた星野を社長の座から下ろしていた。鈴木さんは2018年に初のノンフィクション小説を出版しました。そのタイトルは何だったのですか？ズバリ南の国の神谷田です。そうなんですね。タイトルの通り神谷田さんとの交流について書いたものでした。その中で彼女のことを気品があるやファッションセンスが素晴らしいなどベタ褒めしていましたね。鈴木さんをそこまで魅了した彼女の魅力とは一体何だったのでしょうか？小説の中で鈴木さんは彼女に入れ込んでいく様子を赤裸々に綴っています。ブレずに今を生きる彼女の中に宮崎駿を見出したとか。鈴木さんが惚れ込んだという意味では同じだったのですね。日本にやってきた神谷田さんが着物を着て浅草を歩き記念撮影をしたというエピソードがあるんですけどね。そこで鈴木さんはこう話しているんです。宮さんは着物姿の神谷田をモデルに新作のヒロインを描いたと。鈴木が宮さんと呼ぶ人物、それは他ならぬ宮崎駿。そして新作とは7月に公開される君たちはどう生きるか。この作品のヒロインのモデルが神谷田であることを明かした鈴木に対し、世間からは痛烈な批判が湧き起こっていた。これは知りたくなかったかも。日本のジジイと東南アジアの女性という親の顔より見たマリアージュ。没入感を削がれることは確実。うわぁ、ジブリって今こんなことになってるんだ、ショック。宮崎駿や高畑勲といった強烈な個性と渡り合ってきた鈴木。そんな彼が神谷田の中に見出したのは、打算で動かず自分に正直で家族思いなその姿勢。いかなる時もその瞬間の自分の気持ちを優先させるところは宮崎駿を彷彿とさせていたという。彼女をわがままだと評する声も上がっていたが、そんな姿は鈴木にとってむしろ好印象だったのかもしれない。鈴木さん、報道された件についてお伺いしたいのですが。申し訳ないけど結構です。週刊現代なんですけど、そこをなんとか。よく知っていますよ、僕元週刊誌の記者だから。でも根も葉もないことを書かれるのは嫌だからね。何か弁明されたいことはありますか？弁明？僕は何も話す気はないから。本当にごめん、あなたも大変だと思うけど。記者に対して言いたいこともありますよね。僕読まないようにしてるの。すみませんね、
嘘ばっかりだからひどいっすよね。あれは嘘とは具体的に喋るとまずいんで。彼女の件は以前から問題視されていたと思いますが、なぜこのタイミングで報道されたと思われますか？今回のやつでね、ひどいことになっていますよ。いろんな実害が起きてる。実害が報道に対し嘘ばっかりだと繰り返し不快感をあらわにしていた鈴木。その一方で肝心の詳細については明かすことはなかった。名プロデューサーである鈴木の手により日本のアニメ業界の第一線を走り続けていたスタジオジブリ。老若男女に愛される多くの作品を世に送り出し、唯一無二のブランドイメージを築き上げてきた。しかし金と女性にまつわる醜聞によりそのイメージが崩れ落ちようとしている。さらにスタジオジブリは2023年2月愛知県長久手市に開園されたばかりのジブリパーク内で不適切な写真がネット上で拡散された件でノーコメントを表明し批判を浴びていたばかり。7月に控えている宮崎駿の10年ぶりの映画公開までに信頼を取り戻すことはできるのだろうか。破滅への道を防ぎ実害をなくすために何ができるのか。それは鈴木自身の口から真相を語ることなのかもしれない。